ろんな腹筋やってみるけど、下腹にはどうしても力入らないよっていう方におすすめな内容です。今回のメニューは、お腹をへこませる意識、骨盤を立てる意識、骨盤底筋に力を入れて、お尻を締める意識、体をまっすぐ整える意識が身についてきます。寝たまま簡単にできますんで、一緒に練習しましょう。寝たままスマホ見ながらできますんで、まずは両足曲げた状態でキープです。足を抱えられる人を抱えてください。このままで腰の筋肉を伸ばしていきましょう。ちょっと腰の筋肉硬いよっていう人はね、ちょっと足をね揺らしてみると腰の力が抜けますんで、リラックスして腰伸ばしていきましょう。見ながらできますけど、携帯顔に落とさないようにね気をつけてください。 OK です。今度はこのままで足を交互に伸ばしていきましょう。足を伸ばしすぎると腰に隙間が空くと思うので、腰の隙間が空かないように意識して、隙間が空く手前で足を戻しましょう。ドローインというね、体の姿勢を保つ、骨盤を起こすね基本を体に身につけましょう。腰床につけるものです。このままで、ね、今度は両足、ちょっと重たくなるんで両足を伸ばして腰行く手前で帰ります。腰が浮くとね意味がないんで、腰が浮く手前でね足を戻してください。足戻したら腰床つけて、またゆっくり腰が離れないところで帰ってきます。下腹使う感覚身につきますからね。今度は足を伸ばして腰行く手前で左右に振ります。腰を左右に床をつける感じです。腰が浮かない人はね、足を少し伸ばしてもいいです。これだけでも下腹結構効きますよね。この腰床をつける意識がねすごく大事ですからね。あ、効きますね。今度はね、足をちょっと伸ばしてすぐ戻しましょう。片足残したままで、腰床つけたままで足を伸ばしたらすぐ戻す。下腹のね、筋肉が引っ張られる感じがあればバッチリ。足をね、ちょっと伸ばして、ここでパタパタパタと膝から下を振る感じ。パタパタパタと振りましょう。腰が浮く場合はね、もう少し膝を手前にしてください。下腹の筋肉がつけばね、使ってる感じが分かってきますから、分かりにくい人はね、ちょっと下腹触ってみてください。だんだん効いてきてますよ。 OK、 今度このままねゆっくり足を下ろしたら戻しましょう。足を抱えたら腰つけて、腰ついたままをできるだけキープして、足の力はできるだけ抜いてください。足を重く感じた方がね腹筋効いてますからね。オッケ
今度は膝パカッと開きましょう。このまま足もね、だらーんとして、これでキープ、だらーんとして、ちょっと股関節がね、疲れるよって人は、ちょっとこうやって膝プルプルしてください。足だらーんとしてキープです。今度はね、膝を M 字にして内側に足を倒しましょう。倒さない方の足は固定したままです。今ね、股関節さっき開いたばっかりなんで、今度内側にね、動かしていきましょう。よし、オッケー。これを継続していくことでかなりお腹に力が入ってきますので、やってみたよって方はコメントで感想を教えてください。もう1本ぐらい頑張りそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。